アナコンダ計画の風刺が北軍による海上封鎖は南北戦争中1861年から1865年の海軍作戦行動のことでありアメリカ連合国への貿易製品、物資及び武器の出入りを妨害することを目論んで大西洋とメキシコ湾の連合国海岸の封鎖をアメリカ海軍が大々的に継続したものである 貨物積載量をごくわずかに抑えることで高速で航行する封鎖突破船しか封鎖を抜けられなかった。これらの船舶はイギリスによって操船され、イギリスの供給者が供給基地としたキューバのハバナ、バハマのナッソー及びバミューダの中立港と南軍が支配している港との間で運航された。アメリカ合衆国大統領。 エイブラハム・リンカーンは1861年4月19日に海上封鎖を宣言した。その戦略は、ウィンフィールド、スコット将軍のアナコンダ計画の一部であり、アメリカ連合国の海岸線3500マイルと、戦争勃発前は、面下の上位輸出港であるニューオーリンズやモービル、及び、大西洋岸のリッチモンド、チャールストン、サバンナ及び、ウィルミントンを含む、 主要12の開港の閉鎖を求めた。この目的のために、北軍は500隻の艦船を収益させ、戦争遂行中に、約1500隻の封鎖突破船を破壊、または捕獲したが、それでも封鎖突破船は6隻のうち5隻の割合で、封鎖を突破することに成功していた。ただし封鎖突破船はその性格上通常の貨物量から見れば、 少量の貨物しか運べなかった。このためアメリカ連合国の面許輸出量は95%減少し、戦前3年間に1000万票であったものが、封鎖期間中はちょうど50万票となった。1861年4月19日リンカーン大統領は南部公安に対する封鎖の宣言を発した。アメリカ合衆国政府に対する反乱が、 サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州、フロリダ州、ミシシッピ州、ルイジアナ州及びテキサス州で発生し、合衆国の中で均一であるべき義務を要求する、合衆国憲法の課税と消費の条項に従って、歳入を集めるための合衆国法が、その中では実質的に執行できていない。また、その反乱に関わる個人の集団は、 他国商船が保免許状を装い、公海上及び合衆国の領海内で合法的に、公益に携わる善良なる市民の生命、船舶及び資産に対する攻撃を行う恐れが生じた。さらに執行布告がすでに発せられ、これら不法な行為を行う者の,のその行為停止を要求し、その行為を抑制することを目的として、民兵部隊を召集し、 またそれについて審議し決断するために、アメリカ合衆国議会特別会議を招集した。今、それゆえに私ことアメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンは、前述の目的に照らし、また、国内の平和と合法的に業務を追求する、正音で秩序ある市民の生命と資産を守るという、見解で、議会が招集され前述の非合法な振る舞いを、 審議するまで、あるいは議会が中断するまで、このような状況に対応するための合衆国法及び国際法に従って、前述の州内の港の封鎖を実行することが適切だとみなしてきた。この目的のために、能力を持った軍隊が駐屯し、前述の港湾を出入りする艦船を妨げることとする。それゆえに、もし前述の港のいずれかに接近し、あるいは、 港を離れようとする感染が、その封鎖を侵犯するとみなせば、封鎖する感染のうちの一隻の指揮官によって、正当に警告され、その指揮官は警告の事実と日付を、その登録証に裏書きする。さらに今一度同じ感染が封鎖された港を、出入りしようとすれば、捕獲され最も近い利用可能な港に送られ、その感染と積み荷を捕獲品として処理することは妥当と、 考えられる。また私はここに、もし当該衆の権威を装い、あるは、他の偽装によって合衆国の感染あるいは、戦場の人もしくは貨物に害を及ぼす者がおれば、海賊行為の防止と刑罰に関する合衆国法に従わせることを宣伝する。これを称するため、ここに手を添え合衆国国事を押すものとする。ワシントン市において、西暦1861年、 アメリカ独立から85年の4月19日アメリカ連合国の国旗会場封鎖宣言は諸国が自国の港を閉鎖するものであって封鎖はしないものであるからアメリカ連合国を独立した国体として事実上認めるものだと強く主張する者がいたしかし国際法や海事法の下では国は海上封鎖を侵犯していると疑われれば 公会上の中立国の幹線の臨検を行う権利があるとされ、公安閉鎖ではこれが許されない。アメリカ連合国との貿易を行っていると考えられるイギリス商船を臨権することについて合衆国とイギリスの間の紛争を避けるために合衆国は海上封鎖宣言に伴う国際法上の特権を必要とした。 1856年のパリ宣言に基づく国際法では海上封鎖が合法であるためには正式に宣言され即座に確立され強制されそして有効であることを要求した。しかし国際法下では合法的に外国に認知される資格のない反乱者ではなくアメリカ連合国が公正相手国であることを事実上宣言することでリンカーンは イギリスやフランスのようなヨーロッパ列強がアメリカ連合国を認知する道を開いた。イギリスの中立宣言はアメリカ連合国と交戦中である国際法下のリンカーン政権の立場に一致するものであり、中立国から資金を借り武器を購入する権利を与え、イギリスにはあるとすれば、どちらの側を支援するかを公然と議論する正式な権利を与えた。 海上封鎖戦略委員会と呼ばれる北軍の陸軍、海軍合同委員会が形成され、南部の主要港を抑え、海上封鎖を拡張するための北軍の作戦行動基地として利用する計画が作られた。サミュエル・ F ・デュポンの指導で、1861年6月に、ワシントン DC で初会合が持たれた。海上封鎖の初期段階では、北軍は大西洋海岸に集中した。 1861年11月、サウスカロライナ州のポートロイヤル占領で、北軍は海洋に開かれた港と修繕保守設備を良い状態で手に入れた。ここは、ストーンフリートを含みその後の大西洋海岸に沿って海上封鎖を拡大するための初期作戦基地となった。フロリダ州アパラチコラは、ジョージア州コロンバスからチャタフーチー川を下ってくる。 南軍の物資を受ける港であり、フロリダのメキシコ湾岸では、北軍の海上封鎖の初期目標になった。他の初期の成果には、シップアイランドがあり、海軍の基地になって、そこからミシシッピ川やモービル湾の入り口を警戒することができた。海軍は、メキシコ湾からテキサス海岸まで徐々にその範囲を広げ、テキサス州のガルベストンやサビーヌパスが含まれた。 アメリカ連合国の沿岸は合計すると 5600km 以上にもなり、主要な港湾だけでも180以上を数えていた。これらの港を封鎖するというのは、今までにない規模の封鎖作戦だったが海戦当初のアメリカ合衆国海軍の戦力はわずか90隻の戦力に過ぎなかった。 しかもその90隻のうちすぐにでも任務に投入できる船舶は42隻でしかなく残りの48隻は乗組員を確保できれば出航可能という状況だったその上大半の船舶は蒸気機関を備えない順前たる小船であり封鎖任務には不向きだったその時点で任務についていた42隻にしても遠くの海を警戒中の船もありまた 五大湖の警備を担当している船もあったため封鎖が宣言された時点で封鎖に投入できる船舶の数は非常に限られていた。海軍省はすぐにこの欠陥の是正に動き、外洋警備中の船はすぐさま呼び戻され、大規模な県管計画が開始された。また、つなぎの手段としては民間から封鎖作戦に適した船舶を買い上げて、 封鎖作戦に投入できる船舶の数を一気に増強した。その結果1861年中に80隻、近い蒸気船と60隻の保船が収益し、海上封鎖を実行する、艦船数は160隻に上った。このように大掛かりな作戦を実行するために、海軍は1861年の終わりまでに、 水兵の数を1万5千名増員して2万4千名とし、4つの船体を構成して、2船体を大西洋に、2船体をメキシコ湾に派遣した。海上封鎖任務は、北軍の水兵や陸兵にも魅力あるものだった。海上封鎖の任務は戦争中の最も退屈なものであったが、潜在的所得という条件では最も魅力があった。 船体の任務はあちこちを航行して、封鎖突破船を捕まえることだったが、この退屈な任務に志願した兵の数は5万名以上にもなった。これは陸上の不評よりも、戦場の方が食事も生活条件も遥かに良く、遥かに安全であり、さらに小さいとしても大金を取る機会が現実にあったからであった。捕獲した船舶と積み荷は競売に付され、 利益は船員たちの間で階級に応じて分配された。u s s イオロスが1864年遅くにウィルミントン沖で不運な封鎖突破船ホープを捕獲した時、船長は1万3000ドル、一等機関士は6700ドル、水平は1人当たり1000ドル以上、船出係の少年でも533ドルを受け取り、不評の月給13ドルに比べてはるかに良かった。 封鎖突破船から取られる報酬額は様々だった。小さなアリゲーターは50ドルにしかならず、メンフィスを捕まえた時は51万ドルをもたらした。4年間で2500万ドルが賞金になった。封鎖突破船は大きな比率で北軍艦船の網をくぐり抜けたが、海上封鎖が完成してくると、海軍の紹介船を破るに最も適した船のタイプは、 小さく軽量で、喫水の浅いものだった。封鎖突破には適していたが、南部が最も必要とする重い武器、金属などの資材を大量に運ぶには適していなかった。南部の援助を成功させるためには繰り返し航海する必要があったが、捕獲や沈没の危険性も増した。通常の船舶はあまりに鈍くて、目につきやすく、海軍からは逃れられなかった。 それゆえに封鎖突破船は主に、イギリスで新造され、船高が低く、喫水が浅く、高速に作られた。無塩炭を燃焼させる、蒸気機関によって推進される、外輪船ならば、速度17ノットが期待できた。南部には十分な量の水溝と船長を集めるだけの、人的資源とそれだけの船を作る造船能力が、 なかったため、多くの封鎖突破船はイギリスで建造され、イギリス人の士官と乗組員が乗り込んでいた。イギリスの個人投資家は封鎖突破船におそらく5000万ポンドを使った。船員の給与も高かった。イギリス海軍の予備役士官の場合、一航海で給与ボーナスを合わせて数千ドルを稼ぎ、通常の水夫でも数百ドルを稼ぐことができた。 彼らは闇夜に500ないし700マイル離れたイギリス領バミューダ諸島、バハマ諸島あるいはキューバのハバナとの行き来に挑戦した。船には、綿花、テレビン油よびタバコのような輸出品、ライフル銃、薬品、ブランディ、下着およびコーヒーのような輸入品を数百トンの凝縮され高付加価値の貨物として運んだ。貨物1トンあたり300ドルから1000ドルが、 輸送量となった。1月に2回往復すれば、おそらく25万ドルの収入が得られた。1864年11月、ウィルミントンの卸売業者は、バミューダの代理人に、多くのクロロフォルムを送るのを停止して、その代わりに、コニャックの香りという香料が、極めて高く売れるので、それを送るように依頼した。 連合国の愛国者たちは、南軍の兵士たちがボロを着て植えながら、戦っているのに封鎖破ぶりたちが、贅沢品で暴利を得ていることを軽蔑していたが、その反面その勇気や独創性は、国の生き残りのために必要だった。奥地にいる多くの女性は輸入された10ドルの、ヤスピカものや50ドルの帽子を、ニックキヤンキーが南部を外部世界から孤立させることに、失敗した。 愛国的賞として、誇らしげに見せびらかした。リッチモンド政府は、最終的に輸送量を規制し、輸入品の半数は、武器弾薬であることを求めた。さらにその歳費で、封鎖突破船を何隻か購入して運営し、戦争の必需品が積まれていることを確実にした。1864年までに、北バージニア軍の兵士たちは輸入された肉を食べていた。 封鎖破りは両軍にとって適度に安全なものだった。まず封鎖を突破することは国際法上違法ではないため罪を問われる心配はなく捕獲された船舶に乗っていた外国籍の船員は釈放され南軍のものは捕虜収容所に送られた。封鎖突破船は基本的に武装しておらず海軍の艦船に危険はなかった。 封鎖破り貿易の儲けになる一例として、ナッソーやバミューダから運航されたバンシーがある。この船は、ノースカロライナ州ウィルミントンへの7回目の航海で、捕獲され、アメリカ海軍に押収されて封鎖船として使われた。しかし、その捕獲時に、イギリスの所有者にとっては7倍の利益を生んでおり、所有者はすぐに、バンシー2号を建造して就航させ、 まもなくその会社の封鎖突破戦隊に加わった。北軍による海上封鎖は強力な武器となり、わずかな人命との引き換えに南部経済を結果的に破綻させた。封鎖は面火輸出量を著しく減らし、武器弾薬の輸入を締め付けた。海上封鎖の成功した要因は、数少ない船をすり抜けさせたことではなく、何千という船に断念させたことだった。 通常の貨物船は、封鎖を突破することがほぼ不可能だったため南部の港を訪れることを止めた。また、海上交通も事実上停止したため連合国内の長距離輸送は南部のオンボロの鉄道に頼るしかなかったが、海上封鎖の破壊的影響に打ち勝つことはできなかった。海上封鎖は他にも悪影響を及ぼし、 特に食料の不均衡配分が深刻だった。戦争期間を通じて南部は十分な食料を生産していたがそれを食料が欠乏している地域へ輸送することが非常に難しくなっていった。補給線の末端に位置していた北バージニア軍は戦争の終盤では常に物資の欠乏を味わった。リッチモンドや他の都市でたまに起こったパンボードは 愛国主義でも主婦の要求を満足させるほど十分ではなかったことを示した。牛追い人には陸路が残っていたが、1863年に北軍がミシシッピ川を制圧した後では馬、牛を呼び、豚をテキサスやアーカンソーから連合国東部に運ぶことが不可能になった。海上封鎖はアメリカ海軍の勝利であり、 戦争そのものに勝利する主要要因となった。連合国は封鎖している船体を襲うために、外装水雷を備えた一般に小さくて素早い蒸気駆動のランチ、水雷艇を建造した。蒸気駆動のランチを改装して作るものもあれば、CSS デービッド級のようにその目的のために作られたものもあった。水雷艇は闇夜に紛れて封鎖している艦船の潜伏に向けて、 外装水雷を放ち、素早く反転して爆発物を爆発させた。水雷艇は大変効果的とまではいかず、艦船の両側に鎖をぶら下げ、水雷艇のスクリューを引っ掛けるという簡単な方法、あるいは艦船を木製の柱で取り囲み、外装水雷が近づけないよう罠にかけるという方法で容易に反撃された。歴史的に知られた海戦の一例として、 人力潜水艦 HL ハンリーがチャールストンから出港し北軍の封鎖中の艦船に向かった。1864年2月17日の夜、HL ハンリーは USS ヒューサトニックを攻撃した。ヒューサトニックは5名の乗組員を失って沈没したが、HL ハンリーも9名の乗組員を乗せたまま沈没した。アメリカ海軍にとって、 海上封鎖の初期段階における最初の勝利は1861年4月24日に起きた。スループ艦、カンバーランドと支援船の小さな船体がバージニア海岸沖の門路を取り出付近で連合国の船舶や死略船の捕獲を始めた。それに続く2週間の間に海軍将官ガーレット・ J ・ペンダーグラスとは16隻の敵船を捕獲し、 海上封鎖が拡大されれば効果的になることをアメリカ連合国の陸軍省に警告することになった。海上封鎖を支援する初期戦闘の中には1861年5月から6月にかけてのチェサピーク湾封鎖があり8月から12月にかけてのカロライナ海岸封鎖があった。両封鎖ともアメリカ海軍が大西洋に沿って南方に徐々に封鎖を広げることを 可能にした。ジョージア州サバンナ港は1862年4月11日のプラスキトリでの陥落と降伏によって効果的に封鎖された。アメリカ連合国最大の港ニューオーリンズは航路がアメリカ海軍によって封鎖されたので封鎖突破船にとっては難しい場所になった。1862年4月16日から22日に市の南部にある主要トである。 ジャクソントリデとセントフィリップトリデが、デイビッド・ディクソン・ポーターの迫撃砲スクーナー艦の艦砲射撃を受けた。4月22日、海軍将官デビッド・ファラガットの艦隊は障害物を抜けて、航路内に入った。この艦隊は4月24日の朝に、トリデの横をうまくすり抜けた。このことで、各トリデとニューオーリンズ氏は降伏することになった。 1864年8月5日のモービル湾の開戦の結果、メキシコ湾におけるアメリカ連合国の最後の主要港が閉鎖された。1864年12月、北軍の海軍長官、ギデオン・ウェルズがフィッシャートリデに軍隊を派遣した。そこは、アメリカ連合国としては、最後の封鎖されていない港である、ノースカロライナ州ウィルミントンからアメリカ連合国が、 大西洋に出る航路を守っていた。最初の攻撃は失敗したが、戦術を変えてから、1865年1月に、砦を落とし、アメリカ連合国の最後の主要港も閉鎖された。北軍の艦隊が、その大きさ、速度及び経験度で成長するにつれて、より多くの港が、北軍の支配下に入った。1862年以降、 わずか3つの港、ウィルミントン、チャールストン及びモービルが封鎖されずに残っており、75内市100隻の封鎖突破船が運航した。チャールストンは、ジョン・エーダール・グレン帝督の南大西洋、封鎖船体によって1863年に封鎖された。モービル湾は、デイビッド・ファラガット帝督によって1864年8月に占領された。 封鎖突破戦が捕獲される危険度が増していき、1861年と1862年には9回の出撃で1回が捕獲されたの対し、1863年と1864年は3回に1回が捕獲された。戦争が終わるまでに捕獲数は出撃回数の50%にも達し、輸入はじわじわと減っていった。 およそ1100隻の封鎖突破船が捕獲され、他に300隻が破壊された。イギリスの投資家は、その交易による利潤を再投資するという誤りを、しばしば犯した。戦争が終わった時に使いようのない船舶と急速に、価値の下がった面下の山に直面した。長尻から見れば、投資家の半数は利益を得、半数は損失を出した。 1863年7月のミシシッピ州、ビックスバーグにおける北軍の勝利によって、ミシシッピ側は、北軍が自由に航行できるようになり、西部にある南軍の軍隊と物資の資源の輸送を、効果的に遮断した。1865年早くのフィッシャー砦と、ウィルミントン市の陥落は封鎖突破戦にとって、最後の主要公閉鎖になり、続いて、すぐに、 リッチモンド氏が放棄され、北バージニア軍が崩壊して、リー将軍が降伏した。ほとんどの経済学者は北軍による海上封鎖が戦争の行方に大きな役割を果たしたとしている。海上封鎖に使われた北軍の艦船は、その担当海域によって船体に分けられた。北、大西洋封鎖船体は、バージニア州ハンプトンローズに基地を置き、 バージニア州とノースカロライナ州に海岸を担当した。公式の行動範囲は、ポトマック川からノースカロライナ州ケープフェアまでだった。主に南軍の船舶が、軍隊に物資補給することを妨害し、北軍の軍隊を支援することがその任務だった。大西洋封鎖船隊が1861年10月29日に、北と南に分かれた時に創設された。 戦争終結後、この船体は1865年7月25日に大西洋船体に吸収された。指揮官艦船南大西洋封鎖船体は主にノースカロライナ州ケープヘンリーからフロリダ州キーウェストまでの南軍の船舶が軍隊に物資補給することを妨害し、北軍の軍隊を支援することがその任務だった。 大西洋封鎖戦隊が1861年10月29日に北と南に分かれた時に創設された。戦争終結後、この戦隊は1865年7月25日に大西洋戦隊に吸収された。指揮官メキシコ湾封鎖戦隊は戦争初期のアメリカ海軍の戦隊であり、キーウエストからメキシコ国境までを紹介した。この戦隊は、 行動範囲が最大だった。1862年初期に効率化を求めて、西と東に分割された。指揮官西メキシコ湾封鎖戦隊は主に、メキシコ湾岸西半分の南軍の船舶が、軍隊に物資補給することを妨害し、北軍の軍隊を支援することがその任務だった。メキシコ湾封鎖戦隊が1862年に、 西と東に分かれた時に創設された。デイビッド・ファラガット提督の USS ハートフォードが機関であった。この船体は1865年7月13日にメキシコワン船体に吸収された。指揮官、風と共にサリヌの中で、レッド・バトラーは成功した封鎖破りとして描かれている。ありがとうございます。